はい、大船ぼこがやってきました。僕嘘を言ってましたね。実はかなり後半の方で、僕はちらっと見てたのは黒主山で、その後もっと後半の続きを僕は見ていたようです。なんかちょっと来る時間とかいろいろ間違えました、順番とかね。大船ぼこがやってきましたよ。まあでも今年の主役は高山ですか、それ見れたからいいかなと。あとはね、あの各鉾町に行くとまだねしばらく山鉾って置いてますんで、見に行けばいいと思います。提灯落としみたいなのがあるところがあったりするんで、夜まで置いてたりするようですよ。そこまで行ったことがないんで僕は分からないんですけども、やっぱでもこれがねこの京都の夏の風景かなっていうふうに思います。大船鉾はねしばらくヨドバシカメラに置いてたやつでね、あれは鉾町というよりそこにずっとあったような感じがしますけど、後祭りにおける鉾ってのはあの大船鉾一基のみなんですよ。あとはこの山なんですよ。上にね木みたいなのついているのが山だと思っておいてください。大船鉾がやってまいります。ではでは。今度警察官の方が本当もう頭が下がるよね。こう見てたらなんか今日の夏本当暑いんで、ね。昨日なんか見たら涼しいかなと思ったら今日やっぱ暑いです。京都の夏が帰ってきました。四条通りよりお送りしました。ではでは。